腕だけなのでちょっとこれを腕は最終的に振っていくだけだから、はい、今度は、どっかのところでやってますが下半身と言ったら上半身につながるところをちょっと練習していければなっていうところです。今からそれをやります。続いてやっていきましょう、はい、お願いします。はい、お願いします。では今度はですね、下半身をね使うというところでフォーマーテニススクールはこうネットなんですけども、もうネットで全然いいです。ここは壁やったらね壁でも全然いいので、しっかりとジャンプね両足で手を伸ばした形でジャンプ、高いところ触る形でジャンプね、サーブは下半身をねしっかりこうね伸ばしながら高いところでやっぱ振っていくっていうことなので、下半身を使うねちょっと練習っていう形でやっていきましょう。両足ね、はい、これだけです。もうじゃあもう高いところでこうジャンプ触る触る触る、はい、曲げ具合はそんなにこうなんかこう膝を曲げてからジャンプとかじゃなくて、できればもう軽いジャンプね、軽いジャンプ、はい、じゃあ軽いジャンプ、はい、連続で1、2、3、4、5、 OK、 はい、ね、まあこの感じを覚えてもらったらいいかなっていう形です。まずこれステップ1ですね、ステップ1、はい、はい、じゃあステップ2です。今度はですねボール投げです、ボール投げです。でサーブはですね、この投動作、ね、投げる動作にすごく似てるというふうに言われてますから、ボールをね綺麗に投げるっていうのはすごく重要な要素なんですけども、投げるとき結構注意です。こう前にこうね投げるっていうのもすごく大事なんですけども、前に投げるっていう動きはこういう肩の動きになるので、平行ね地面と平行に体が回っていくから、上に投げます、上、斜め上ですね、上に投げるために左手をしっかり上にね投げる方向上ですから、左手上でサーブの形になりますよね。この状態で下から上に、下から上に投げる。ただポイントはできればしっかりね右足ですね、右足にしっかり体重を乗ってもらって手を伸ばします。でここから右足をしっかりと蹴って上に向かって投げていってください。今結構辻健さんはサーブ動作を意識してやるんですけど、左足にこう左足を蹴る傾向があるので、できれば右足、ね、左足はちょっと浮くぐらいの気持ちで右足をしっかりと蹴って、ね、この右の腰をしっかりと回す動作ですね、この回す動作がすごく重要なの でしっかり腰を回して肩が出てきて最終腕が出てくる順番をねちょっとね守ってほしいかな。伸ばしてもらって右足にしっかり乗ってもらって、足こっからこっからです。はい、おご覧の通り左足右かじゃないか、右足、そうですね、そうですね、右足しっかり蹴ってます。いいですね、いいですね、はい、今ジャンプしてもらってここから右足をこう蹴ってもらいましたね。本当はね何球何球もこうね動きをきれいにしていきながらというふうな形なんですけども、ここから下半身と体の回転とサーブっていうのをちょっとつなげていきたいと思います。で今からですねサーブを打つんですけども、はい、辻健さんにはですね、今3つ下半身を使ってでしっかり、ね、投げてもらって、で最初サーブをね脱力っていう形でやってもらいましたけども、その3つをつなげていかなあかんんですけども、一番大事なのは一番最初やったら脱力です。脱力、右足はちゃんと蹴りましょう、はい、蹴る方向はボールの方向です、ね、トス上げたボールの方向にしっかり蹴る。で腕は脱力、じゃあ一回いってみましょうか、はい、
下半身で、ボール投げとかっていうのは、もう継続してね、やっていただければ、それがつながるようになってくれれば、安定もしてくるし、あとはもうね、スピードアップも、ね、助けになってくると思いますので、まずは脱力と、そうですね、あとはやっぱり自分で今打ってても、このボール投げの時に、まだちょっとつながりがあった下半身からの上半身、やっぱサーブになると、独立してしまうと思う、うん、もう上半身だけで打ってるみたいな感覚になって、余計力も入ってみたいなところがあったので。去年も動画では言ってもらいましたけど、これはもう練習して癖をもう変えていかないとそう、ね、ダメなことですけど、ただいろんなね、プロの方とね、いろんなコーチの方に指導を受けてくるので、いいアドバイスがたくさんあると思うので、そこをね、うまくこうつなげていきながらも、あとはね、肉体改造ね、ね、思いっきりトレーニングしてた動画もあったと思いますけど、ね、あそこの体をこう筋肉を強くすればいいっていうわけじゃないけど、ね、そこにしなやかさをね、うまくプラスしていけば、多分早期に170キロはね、超えると思いますので、辻元さんね、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。というわけで今回の動画ですね、まあ、サムネどうなってるかな、ちょっと持ってるかもしれないですけど、はい、ね、1年ぶりに小口さんにサーブを教えていただきました。はい、小口さん、はい、ありがとうございました。どうも、バイバイ。バイバイ。